合わせるバッティングは三遊間です。今日もヒットが出ました辰巳、これで5試合連続ヒットです。ピッチャーからするとああいう三遊間に持っていかれるヒットってものすごい答えるんですよ。まだ2人の話し合いが続いています。ベンチです。ライトです。打球伸びていってどうか、入ったか、入りました。ホームラン、辰巳に一発が出ました。クラクラっと上がったように見えましたけども打球は伸びていきました。辰巳亮介、今シーズン早くも5本目のホームランです。打った瞬間はどうかなと思いました。リストの効いたホームランでした。初球いったセンターへ、三塁ランナー、そしてセカンドランナーも三塁もまた辰巳ホームランの後は2点タイムリーです。今日3打点7対4になりました。そうですね、3安打3打点ですか。そうですね、この回は渡辺義明フォアボール出て、太田ツーベースでチャンスを広げて、そして辰巳。